はいどうもこんにちは、こんばんはひなたです。今日はあのね、最近さツイッターとか私よくツイキャスってやつをやるんだけど、あのなんかね化粧濃くなったって言われるの。変わってないんだよ、全然変えてないの。あでもちょっと変えたよ、アイシャドウにちょっとね明るめのピンクを入れてるだけで他は全然変わってないんだけど、なんか濃くなったってめっちゃ言われるのね。なんでだろうって思ったんだけど、これはねあの理解解決した、カラコンを新しくしたからちょっと変わったのかなって思います。変えたものをご紹介します。ババス今使ってるカラコン、今入ってるカラコンなんだけど、こちらです。エバーカラーワンデーのピンク使ってます。1日使い捨てソフトコンタクトレンズ10個入りです。これね土入りで2900円ぐらいだったっけな、多分そんぐらいだったと思う。私めっちゃ目悪いから土入りじゃないと無理です。でもこれね、あのゆいの 目が多分黒いからあんま発色しないんだろうけど、結構ねピンクがかってます。こんな感じで色わかるかな、こんな感じなんだけども、結構ねピンクピンクしてるから近くで見れば超ピンクって感じなんだけど、縁があの黒だから、まあ、結構ナチュラル目になります。これ多分 14.5 かな。あとね最近まで使ってためっちゃナチュラル系のやつなんだけど、これです。アンディスパークリング、これも使い捨ての30個入りで多分いくらだったっけな。これねいつもネットで買ってるんだけど、このこれはなんか普通のアケビューとか売ってるところで売ってるから、結構ね普通のお医者さんもおすすめするやつだと思う。なんかよくコンタクトを綿棒でこすると色落ちするっていうじゃん、これはそれはないの。レンズ、カラー剤、レンズって多分なってると思う。うん多分うんそう思う。これね多分 14.2、 結構ナチュラル目につけられます。これの茶色もあるんだけど、茶色は高校の時に学校につけてました、バレませんでした。で今日一番進めたいのはカラコンも紹介したかったんですけど、この前ツイッターでも載せたんだけど、こちらベリサムのシーリップカラーですね。こちらをちょっとおすすめしたいと思います。めっちゃねいいの、いいの買った色なんだっけな、忘れちゃったけど、それめっちゃおすすめで、今ね何もそれリップも塗ってない状態で今からこれをつけたいと思います。はいこんな感じで、めっちゃやばい、こんな感じで唇の形に沿ってこちら塗ります。で5分から10分ぐらい放置してあれみたいです。でもねこれね喋るときにあの下唇と上唇をくっつけちゃうとあの閉じちゃって取れなくなっちゃうから、だからあの喋るときはあの口を閉じないで、で喋るでも別にいいんだけど、なんかよだれが垂れてくるんだよね、だからよだれを吸う音が汚いってよく言われます。放置します、5分から10分ぐらい乾かすんですね。はい逆にさ、逆にこれで外出てったらどうなの、あの微濁音が言えないから。じゃあちょっと乾いてきたんで剥がしていきます。いやまだ乾いてなかった。であの剥がせなかったところはコットンでなんか化粧水をつけて拭いてくださいって言うんだけど、私コットンがないんで普通のティッシュでやります。これねちょっといい匂いするから舐めてみたんだけどしょっぱい。はいこんな感じです。変わったかな、めっちゃ多分ピンクっぽくなったと思う。これねでその後にグロスとか、私はもうちょっと乾燥するからワセリンを塗ってるんだけど、一日中これ色が落ちないっていうのが売りみたいなんですけども、結構本当に落ちないです。別にゆい結構唇乾燥するんだけど、あんまり乾燥これつけても乾燥しないし、そのこれ塗った後にグロスとかワセリンとか塗っちゃえば全然潤い保てるんで、よかったら皆さんこれ買ってみてください。税込みで1300円ぐらいだったかな。これはちょっとおすすめなんでよかったら皆さん買ってみてください。はいこんな感じです。本日は最近変えたカラコンとベリサムのリップカラーの紹介でした。よかったらみんな使ってね。バイバイ。